さん、こんにちは。紅白にも出場する薬師丸ひろ子さんですが、女優だけでなくコンサートも精力的に行い、歌手としても活躍しています。そんな薬師丸ひろ子さんは現在円満な事実婚状態で再婚はしていないようです。今回は事実婚のお相手はどんな人、子供はいるのかについてまとめました。また薬師丸ひろ子さんは角川嗣彦さんとの不倫疑惑が出ているようです。こちらについても調べてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単にプロフィールからご紹介します。1964年に東京港区で二人姉妹の次女として生まれ、14歳にして映画野生の証明でスクリーンデビューしました。1981年には代表作となる名作セーラー服と機関銃のヒロインを務め、主題曲で歌手デビューを果たすと、その曲は160万枚を超えるメガヒットを記録しました。本名薬師丸ひろ子、生年月日1964年6月9日、59歳、身長155センチメートル、血液型 A 型、出身地東京都港区北青山、中学東京都港区青山中学、高校東京都八潮高等学校、最終学歴玉川大学文学部 A 米文学科、所属事務所個人事務所オフィスメル。薬師丸ひろ子さんは芸能界に憧れてオーディションを受けたわけではないそうです。港区青山中学の1年の頃、通学時にスカウトマンが勝手に薬師丸ひろ子さんの写真を撮ったそうです。その写真が角川春樹氏の目に留まり、オーディションに来るように仕向けられたようです。薬師丸ひろ子さん自身は知らない間にオーディションに応募されていたと語っていました。角川春樹氏は薬師丸ひろ子さんの写真を見た時にこの子だと直感していたようです。歌手活動40周年記念ライブでセーラー服と機関銃を披露。薬師丸ひろ子さんは過去のヒット曲は元気で歌っているそうです。今でも透き通る声で素敵ですよね。薬師丸ひろ子さんは1回結婚し、その後離婚しています。現在再婚はしておらず、お子様はいらっしゃいません。現在再婚はしていませんが、事実婚状態で内縁の夫はいます。お相手は NHK カメラマンの男性、同棲中で事実婚状態のようです。薬師丸さんの2歳上、数々の受賞経験もあるベテランのカメラマン、安心感のある真面目な方、職人気質の仕事人でありながら温和で優しいという特徴がある方のようです。前夫玉置浩二さんとは正反対のタイプだそう。玉置浩二さんが真面目ではないというわけではなく、性格などが正反対ということです。出会いのきっかけは2001年に出演した NHKBS ドラマ「コウノトリなぜ赤い」で、お相手のカメラマンが撮影したことがきっかけ。お付き合いの決め手は、薬師丸ひろ子さんはご両親と暮らしていて、前夫の玉置浩二さんと薬師丸ひろ子さんのご両親との同居はうまくいかなかったという経験から、お付き合いには慎重だったようです。しかしカメラマン A さんはとても温和な性格で優しい人柄で、両親との生活もうまくいくのではないかと考え、 A さんとの交際をしたようです。優しい彼なら両親ともうまくやっていけるということが決め手だそう。薬師丸ひろ子さんは都内の豪邸に両親と暮らしていましたが、カメラマン A さんも週の半分は薬師丸さんの家で過ごすことになったようです。2004年、薬師丸ひろ子さんのご両親と4人での半同棲生活となりました。ご両親とも良好な関係でうまくいっていたようです。半同棲での同居生活はうまくいっていたようですが、ご両親は那須の別荘に移住されました。理由は娘の再婚を願っていて、二人だけの方がいいのではないかと思ったようです。過去の結婚玉置浩二さんで同居がうまくいかなかった経験があるため、二人だけにしたのかもしれません。ご両親が那須へ移住された後は、二人は完全に事実婚状態だったそうです。近所の人からすると夫婦にしか見えない様子だったと言われています。薬師丸さんの愛犬の散歩やゴミ出しをしている様子も目撃されており、
家族同然に暮らしていた様子。2014年に破局が報道されました。カメラマン A さんが薬師丸ひろ子さんの家から姿が見えなくなったそうです。しかし理由は仕事の影響だったようで、破局ではなかったようです。そして2015年には薬師丸ひろ子さんと本格的に二人暮らしになったようです。現在お二人は結婚という形式を選ばずに事実婚状態のままです。薬師丸ひろ子さんは姉が一人いますが、男兄弟はいません。ご両親は薬師丸という名を残したいと考えているようで、薬師丸家は婿養子が欲しいそうです。前夫玉置浩二さんにも婿養子に入ることを求めていて、最終的に離婚ということになったこともあるので、籍を入れることにこだわりたくないのかもしれません。特にお子様もいませんので、すぐに結婚再婚ということにはせず、事実婚状態のままのようです。都内の一等地の3億円の豪邸で暮らしていましたが、数年前ご両親の住む栃木県那須に移住されたようです。なぜ地方へ移住したのか、大きな理由にはご両親の近くに住みたいということですが、2015から6年は薬師丸ひろ子さんがドラマ「あまちゃん」に出演していた時で、このドラマをきっかけに地方暮らしに親近感を持ったのかもしれないようです。那須高原の別荘でスローライフ、ご両親の近くで暮らしているモダンな外観の2階建てで、家の裏にはストーブ用の焚き木が積まれている。カメラマン A さんがこの別荘を購入、東京といっても港区青山という大都会で育った。薬師丸ひろ子さんも今は地方でのスローライフを満喫しているようです。薬師丸ひろ子さんは1991年1月に玉置浩二さんと結婚し、結婚後1年間は芸能活動を完全休業し主婦業に専念しました。1996年12月に玉置さんが大腸の炎症になった時、薬師丸さんは看病するだけでなく生放送の音楽番組に代理で出演し、お詫びの言葉を述べたりしていました。しかし結婚生活は7年半で終了しました。1998年6月5日の薬師丸ひろ子さんの34歳のバースデーパーティーでの爆弾発言を、パーティーの終盤で玉置浩二さんから驚きの発言をしたのです。今日で別れます。今まですごく楽しかった。長い間話し合って生き方を別々にすることにしました。心はすごく通い合っていますし、これからも通じ合うでしょうと発言したそうです。その後薬師丸ひろ子さんも微笑みながら、そういうことです、これから届け出を出しますという展開になり、会場は緊迫した雰囲気に変わったようです。理由は薬師丸ひろ子さんの両親と6億円の2世帯住宅で同居生活をしていましたが、ご両親と玉置浩二さんとは仲が良くなかったようです。玉置浩二さんは当時音楽活動に忙しく外出が多かったようで、家に帰るのも多くなかったようです。ある日玉置浩二さんが家に帰宅すると、自分のために作ったスタジオが物置にされていたということもあり、ご両親との間に確執があったようです。薬師丸ひろ子さんの両親は婿養子になってもらいたかったようで、玉置浩二さんとの結婚にはもともと反対だったそうです。1996年から別居状態になり、1998年に離婚となりました。また離婚した理由として子供ができなかったことも理由の一つのようです。子供が欲しいから結婚すると言って時間を作るのですが、7年間どれだけ頑張っても子供はできませんでした。なぜ子供ができなかったのか、それは元旦那の玉置浩二さんが原因だったそうです。これはかなり衝撃的な出来事です。その理由は玉置浩二さんに種がなかったということ。玉置浩二さんに種がないことは自身も公表しているので間違いないです。種がないことが原因で子供ができなかったのは仕方ないですよね。もしかすると主婦業をしている時に薬師丸ひろ子さんも不妊治療をして子供を妊娠しようと頑張っていたのかもしれません。それは薬師丸ひろ子さんは若い頃に30歳にはお母さんになりたいんじゃなくって、30歳になる頃には子供の手を引いて歩いていたいんですと言っていたことがありました。
26歳で結婚して順調に子供を出産すると3歳の子供と一緒にお出かけもできます。玉置浩二さんと離婚後、現在まで再婚はせず NHK のカメラマンと事実婚状態にあるそうで、今後も子供は年齢的に出産は厳しいので養子を迎える選択くらいですね。次に角川歴彦さんとの不倫疑惑について迫っていきます。角川歴彦会長と薬師丸ひろ子さんには過去に接点があります。薬師丸ひろ子さんは角川が制作した角川映画の主演女優としてたびたび抜擢されていました。薬師丸ひろ子さんの有名な角川映画といえば1981年公開のセーラー服と機関銃ですね。この他にも野生の証明、戦国自衛隊、狙われた学園、探偵物語、里見八犬伝、メインテーマ、 W の悲劇、キャバレーなど、薬師丸ひろ子さんは角川映画の看板娘と言っても過言ではないくらい角川映画に出演しています。看板女優と不倫関係に陥ってもなんだ不思議はありませんよね。1980年代の角川映画に出演していた女優さんには薬師丸ひろ子さん、原田知世さん、渡辺典子さんです。そしてこの中でイニシャルが Y なのが薬師丸ひろ子さんというわけです。さらに薬師丸ひろ子さんは当時角川歴彦会長と不倫が噂になっていたとも言われています。ただ角川歴彦会長と薬師丸ひろ子さんが不倫していたという確証がないので事実かどうかは不明です。ちなみに薬師丸ひろ子さんのおそらく初めてのキスシーンはセーラー服と機関銃での渡瀬恒彦さんとだったそうです。視聴者からはセーラー服と機関銃は女子高生がヤクザの組長になるという非現実的な物語だが、そんなものを超越してスクリーンに引き込む強い力があった。薬師丸ひろ子の魅力もすごかった。少し太り気味の丸顔に短髪で小柄な体育が躍動する。その動きが素晴らしく、それを捉えるキャメラワークにも惹かれたと絶賛の声が上がっていました。いかがでしたか。今回は事実婚のお相手はどんな人、子供はいるのか、また不倫疑惑についてまとめました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。